何してるの？何しよう、早く。これまたトラクター使うん？何それ？うん。上手。なんかあんまり向こう痛かんよ。ほんま。はーくん、ここ、ほら、草生えてる。抜いて。これ、抜いて。これ抜いて。抜いて。あいたー。うわ、上手に抜けたねー。イエーイ。はい、上手に抜けましたー。なんかところどころにあるね。ラディッシュ？ラディッシュ？はるくん、お野菜見に行く？あ、じゃあちょっとママ行ってくるね。うん。うんって言われたわ。よいしょ。バイバイ。うん。ありがとう。じいじのお手伝いしょる？こっちがいらしいわ。気をつけて。はい。こんにちは。風がすごいね。ちょっとパイプを。よいしょ。はい、こんにちは。山本ファミリーあゆみです。はい、はるくんとじいじはね、稲のところの田んぼの縁に草がだいぶ生えてきたので、それを白かきしてくれています。で、ラディッシュと水菜が結構生えてきたっていうことなので、ちょっと見ていこうかなと思うんですけど、水菜がすごいですね。これ、種まいたところにわーって、ね、すごいね。こんなにいっぱい水菜ができているので、これがもうちょっと大きくなったら、間をね、間引きして、これは草やね。間引きして、大きく育つようにするんですけど、まだまだ小さいので、もうちょっとしてから間引いて、間引いたやつも食べれるので、間引いたやつを、間引いたやつはまだ違うところに植えたら、もしかしたら生えるかもしれないんで、ちょっとそれもできるかどうか、今年ね、初挑戦なので、それもしていこうかなと。してみようかなと思います。すごいね、水菜すごいね、これ。で、水菜の横何植えたっけな？オクラ？かな？何植えたか忘れたんですけど、水菜、こっちはラディッシュが、あ、ちっちゃ。こんな感じで出てきてますね。ちょっとね、土が結構固めなので、あ、でもあんまり掘らん方がいいね。これほら、いっぱい、わかりますかね、これもラディッシュのやつで、ラディッシュも間で間引きして食べれるようにしたいと思います。こっちはね、オクラだ。れん草もまいたんですよね。こっちはほうれん草だったかな。ほうれん草はちょっとまだですね。はい。結構ね、植えたのが大きくなって、トマトはこんな感じで、ちょっとピントがいかんぞ。あ、来ましたね。お花が咲いたりしてるので、もう少ししたら、実ができてくるんじゃないかなと思うんですけど、あ、実ができてるのありましたね。ここわかるかな、これ実ね。全然違うとこ映してたわ。これ全然来ません。あ、わかる。こっちの引かなきゃいけないね。で、こういうね、間の芽を取らなきゃいけないんですけど、それもまたみんなでしようかなと思います。で、なすびさんちょっと水がたくさんいるんですけど、なすびさんも横からね、なんかこういう風に生えてくるのが、これは大きくなってるからはこう脇芽は取らないといけないみたいなんですけど、ちょっとあんまり詳しくないので、またじいじと一緒にしていこうかなと思います。結構ね、大きくなりました。あとお花を植えたので、お花がどんぐらい育つか楽しみですね。はい。あとはもう水をね、毎日あげてるので、草が生えてきたので、草抜きも一緒にしなきゃいけないですね。お花はまだかな。ちょっとでも盛り上がってきてるから、もうそろそろかもしれないですね。何やったっけ、ポンポンアスターとかブワーって巻いたので、また生えてくるかもしれないですけど、マリーゴールドとかも植えたんですけどね。ちょっと草なのかお花なのかちょっと難しいところなので、もうちょっと大きくなって草とお花が区別できるようになったら、ちょっとそっちは草抜きしようかなと思います。トマト、かぼちゃも見に行こうか。ひーばあばがかぼちゃが大好きで、ひーばあばリクエストでかぼちゃを植えたので、今年はかぼちゃを使って、スープとかね、作っていきたいなと思います。で、これはね、ちょっと去年のかぼちゃが残っててるんですけど、かぼちゃはちょっと虫がだいぶ来てますね。食べられちゃってますね。でもまあ元気に育ってるので、あ、虫ね、また虫よけを振らないかな。大きく育ってってるので、はい、今年のぬか畑はどんな感じになるんでしょうか。去年はね、はるくんだけの筋とかって作ってたんですけど、春畑とか言って、でも今年は一緒にしてるので、草がいっぱいなの、草抜かなきゃいけないね。こっちはほうれん草とか巻いたのかな、トウモロコシとオクラか。こっちはまだまだですね。はい。結構いっぱい生えとるね、水菜。すごいね。ラディッシュもなんか下の方から生えてきとるね。終わったー？向こう。お手伝いしてきた。まだ草抜きじゃないかんね、これ。今、もうちょっとしてくれ。ちょっと肥料やらないかんやろ、うん、これはきゅうり1、2、3、1枚取ったっけ。何を取らん？葉っぱ。なんで葉っぱ取らん？どうせ上に乗っていってまだ葉っぱある。下の方からちぎっていくの？うん。7枚ぐらいできたら下の方の葉っぱもかな。あ、はるくんそれダメ。こっちの葉っぱ取りな。おいで。あら、これ失敗したかな。じいじに教えてもらって葉っぱのっけな。うん。うん。したい？これなんかやばいよ。はるくんここほら、じいじと一緒にしな。これどれ取るのって。これちぎ、これ引っ張ってごらん、はるくん。それ引っ張ってやって。これ引っ張ってごらん。はい、引っ張ってください。これこれこれ。はるくんこれ引っ張って。もう、そっちがええな。うん、これも？うん。でもこちら辺綺麗やけんいけそうやけどな。かぼちゃも降らないかんや。かぼちゃ降ったんだ俺。あ、降ったん。でもまだおったよ虫。まだ雨が降って。あ、抜いたんかな。ウルトランさん。うん。これ全部またウルトラン周りに降ってやったら。肥料やった時にまた降ったんやろ。うん、草がいっぱい生えてきたね。こんなんやろ。うん。今はちょん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 ってやって、ばあちゃんがしょったやろ。あれでやったら。水菜はもうちょっと大きくなってから間引く。うん、もっと大きくなる。ラディッシュとか。はるくん草抜きしょん。あ、虫いじみよるわ。テントウムシさんはいじめたいから、それ何かな。違うけんいいよ。テントウムシなんか食べるんな、キュウリかなんかやったっけ。テントウムシのあれは。可愛げなけどな、やばい。トマトも取るん？いや、取るんじゃないんやけど。これだってここら辺からまたできるんやろ。そんなん抜けて。どこまで取ったらいいかわからん。ほら、トマトもできよる。うん、できよるね。はるくん、トマトできよるね。うん、こっち来てごらん。よいしょ。ほら、ここトマトできよんで、ほら。はるくん見てごらん、ここトマトできよる。鼻水。何が気になっとん？虫？軍手最強説やな。あ、したん？ほんまやね。チンゲン菜作らないか。作れるかな。このちっちゃいののげていいんやろ、下の方の。キュウリはまだできとらん、はるくん。ポリって取れるわ。ポリって。この下の方もこれも。これはなんか脇芽が。こっちの端も綺麗やな。うん、あれなんか元気やね、キュウリ。多分これ見て、トマトさんがちっちゃいのできよるなあ。うん。これ全部オルトラン振ってやったやな。全部なんか虫やきよる。オルトランじゃあ今日水まきするとき振ろうか。うん、水やってから。うん。下から来よるのか上から来よるのか。わからんね。あそこラディッシュ、水菜何植えたっけ？水菜とラディッシュはわかるんよ。オクラかな？何やじゃあ。あ、ほうれん草じゃなくて、20日大根、水菜。いや、ほうれん草も巻いたけど、そうやな。サイヤエンド？うん、スナップエンドか。うん、はるくん何してるの？お尻がかわいい。何しよん、はるくん。そこ虫さんおるけん気になるん。こっちのね、そしてこっちをもう1ヶ月か。うん。そうやね。竹細いんがいるね。はい。なになに。あ、葉っぱ取ってきた。ありがとう。ちょうだい。はい、ありがとう。鼻水の。あ、こんな子いってるん。あ、こんバイバイしてみんなに。バイバイ。バイバイって。はい、そんな感じの畑途中経過でした。じゃあねー。バイバーイ。じいじバイバーイ。バイバーイ。